Facebook ライブをご覧の皆さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。月に1回いわき駅前のゲストハウス&ラウンジファローからお送りしているトーク番組ネクストトゥーザドアの今日は14回目、ということで、7時になりましたのでそろそろ始めたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、今日のですねテーマ、これまではどちらかというと本当に地域のプロジェクトだったりとか、いろんなこう食とかね、そういうテーマでやってきましたけれども、今日は割とこう社会派というか、まあ本当にね今日のテーマも町のこと地域のことには変わりないですけれども、今日はですねコロナ禍の飲食店を考えるというテーマでお送りしたいというふうに思います。後ほどですね詳しく、自己紹介なども絡めてお話しいただきますけれども、今日のゲスト、ハイマガジン編集部の高木チャッピーさんです。どうもよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。今日はもう本当にいろんなね、夜の街のお話をすべて洗いざらいお話しいただけるということですので、今後この後ねどういう展開になるか分かりませんけれども、はい、盛り上げていただければと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今日はですね、メインのゲストはチャッピーさん一人、そして、皆さんの画面の左側ですね、北林さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日もよろしくお願いします。まあ、北林さんもいつもね、はい、座ってる時にはファローのまあオーナーというかそのご立場ですけれども、うん、はい、まあもちろん皆さんご存知のように、飲食店をね、はい、やっぱり経営されているという、はい、当事者。そうですね、はい、うん、今回は今日は特にその当事者としてもちょっとお話しできればと思ってます。うんうん、でチャッピーさんこの後少しこう自己紹介絡めてっていう形になると思いますけれども、はい、まあ、チャッピーさんは、まあ、メディアというか当事者でもあるけれども、ちょっと立ち位置は違うかもしれないです。うん、まあ、メディアっぽいところではあるので、まあ、飲食店の人のお話を聞く機会が多いかなというような感じですね。普段はどういったご活動というか。はい、ありがとうございます。こちらをご覧ください。じゃじゃん、じゃじゃん。ご存知の方が多いと信じております。いわき市で発行しているフリーペーパー、いわき市が発行しているわけじゃないですよ。いわき市を中心に、配られているフリーペーパーハイマガジンというところで働いております。まあ、いわき市のいろいろな情報が載っていますよっていうものでして、まあ、イベント情報とか、あと、コラムですとか、うん、はい、あとまあ市内の新しいお店の情報とかですね、そういったものが載っているというようなフリーペーパーを作っております。でそのクライアントに、まあ、飲食店も多いと思いますけれども、多いですね。はい、ちなみにチャッピーさん何年ぐらいハイマガジンあるの？震災の後なのでハイマガジン自体は7、8年ぐらいですかね。うん、ただ外部的にハイマガジン関わってたりもするので、そういう意味では10年以上。ああ、なるほどなるほど。はい、まあ本当に音楽好きとかね、ずっといわき、まあ、特に平でイベントとか、はい、夜のね街をこう飲み歩いてる方からするとチャッピーさんってやっぱり音楽DJ というイメージもね。もうずっとやってないですけどね、しばらく主催では。ああ。うん、ただファロの上の、スタンツァさんがオープンして一番最初にイベントをスタンツァでやらせてもらったっていう。あ、そうなんですか。そういう縁があって。そうなんです。オープンの時、オープンの年ですね。本当になんかまあ私的にはその食だけじゃなくていろんなイベントもやれるようにっていうスペースで考えてはいたんですけども、いっぱいいっぱいで何もできなかったところに急に現れて、やっていいっすかって、なんだろうこの人みたいな状態で、あ、じゃあお願いって感じ。どんなイベントだったんですか。その頃はなんだろう、 DJ イベントっていうとどっちかっていうとクラブ系で、うん、こうもちろんこう踊ったりとか、うんうん、あともっとこうディープなそのジャンルにこう、はいはいはい、絞られたみたいな感じのイベントが多かったんですけど、はい、僕はもうちょっとなんだろう、 BGM で酒を飲むとか、あ、音楽聴きながら語り合って、で時折なんかすごく
乗れるなっていう風になったらちょっと軽く体揺するぐらいの、うんうんうん、そういうなんかラウンジ系っていうんですけど、うん、ラウンジっぽいイベントをやりたくて、でスタンツァ見た時にうわここは最高だなと、おうそういうイベントをやるのにはっていうことでもう十何回かやりましたね。かなりやりました、ね、年4で、年4でフェースで日曜日の夜、うん、これいつぐらいですか。2005年5年とかそのぐらい、うん、そのスタンツァオープンした年からなので、あ、じゃあ2004年だ、うん、16年前、はい、でも何年くらいだったのね、多分3年以上やってる、じゃあもうその時からの、そうです、もう、 もうずっとです。なるほどな、そうそうそう、で結構面白かったですよ本当に、あの、ま、日曜日の夜やってたので、その割とその街中で通常働いてたとか、うんうん、あとは次の日がお休みなので美容師の方とか、うんうんうん、そういう方々が割と深夜に集まって夜の25時までか、うん、1時までやってました、なんで私もその時だけはイタリアンじゃなくて完全にカウンターでドリンクだけ出してっていう感じでラウンジね、うん、面白かったですね。あ、やらないんですか。やりたいっすよ。本当 やるねって話をしてたらちょっとコロナでなんか、うんうん、そうなんですよ、ちょっとなんかできてないんですけど、なんかやっぱりその震災、特に震災後ね、うん、スタンツァっていうと地元の野菜が美味しい、うんうん、やっぱり食事を楽しむ場所っていうイメージがありましたけど、もともとはそういうふうに本当に町に開かれた場所みたいな、いろんなそういうこうイベントだったりとか、ね、まあライブとかもトークライブもやってたりしますし、あと普通の演奏の方もね、ライブもやったりとか、なるほどなるほど、してますよね。お芝居のリーディングやったりとか、ランチタイムに急にダンサーが踊り出したりとか、実はそのは震災前からやってますね。過激ななんかすごいですね。やっぱ北林さんがやるお店ですから。そりゃそうなります。なるほど。そうです。でもね、今そのくしくもそのまたやろうねっていうふうに話していたところ、うん、まあ、このねコロナウイルスの感染という形でしたけれども、うん、実はちょっとこう手元にね、うん、ちょっとまあ話のネタみたいな。あのものですけれども、うん、これまでのコロナウイルスの感染のちょっとしたこう流れをですね、うん、今日もちょっとまとめてみましたので、はい、画面共有いただいてですね、まあ、少しこれをもとにお話ししたいなというふうな、うん、まあ、ちょっとこっちを、はい、ちょっと小さいですけどね、はい、まあ、2019年の12月ぐらいに、まあ中国の武漢でね、うん、まずそういう肺炎の症状、気管支炎のような、うん、症状が出て、でまあ、日本でも大騒ぎになり、2020年の年明けにですね、国内初のコロナウイルスの陽性者のが確認されたと、そうすると途端に、まあ、マスクがなくなった、まあ、かなりもう昔のような記憶ですけど、本当ですね、マスク本当なかったですよね。そうです ね本当に、あの当時の官房長官が来週には手に入りますよなんて言ったけど、一向にねないみたいなことが全然来なかったですよね、うん、ありましたねそんなことね。でなんか何だったらこう紙にティッシュペーパーに輪ゴムをくっつけて、うん、ティッシュマスクとか、はい、ありましたね、はい、作り方とかタオルとか、うん、ありましたね。今思うと何だったんだあれはっていうね、ふうに思い起こしますけど、大変でした。そして、もう2月ぐらいになってくると国内初の死者も出てきます、うん、でなぜかこの頃になるとトイレットペーパーも品薄になったりとかですね、かなりまあ日本全体混乱をしていきます、で3月になると当時あの安倍総理でしたけれども、まあ、全国一斉休校しようと、まだこの時にはこれあのいろいろ調べてみたら3月の7日に福島県初のコロナウイルス陽性者が確認されているので、まだ福島では出てないのに、一斉にまあ休校しようってことで、全国一斉ですね、はい、皆さんこれはただもことじゃないぞという形になっていき、そして4月に、これ今比べればね本当にあの感染者の数も少なかったですけれども、最初に緊急事態宣言が出ました。これが4月でしたね、でその後こうアベノマスクが爆誕したりとか、うん、新しい生活様式というものがこれからは大事だ、だから当時あのフェイスマスク飲み会みたいな、はいはいはい、ありましたね。でこの頃はまだあの飲食店もですね、まあ
手探りながらも、うん、まだこの頃はその夜の街みたいな、うん、あことではなくて、多分おそらくこの頃ってあの豪華客船の、はい、ね、感染者の話だったりとか、はい、どんどん広がってそれどころじゃなかった状況ですけれども、うんうんうん、その後夏ぐらいになってくるとですね、むしろ感染者落ち着いてくると GoTo トラベルこれ始まって、うんうん、でいわきでも安心コロナお知らせシステムっていうのが出たのが去年の夏ですので、はい、まだ飲食店を応援しましょうっていうような、そうですね、この頃はそうですね、はい、うん、で、そこから、まあ、夏から秋にかけて福島県も死者が出たり、うん、GoTo イートがここから始まるんだけれども、うん、年末にかけて、クラスターが出たりして、うん、最終的には4人以下で飲食してくださいみたいな形で、うんうん、もう本当に手探り状態でね、うん、どういうふうにこう食事をこう制限したら抑えられるかみたいなものもよくわからない中で、うん、進んで、うん、でこれ僕あの事前の、資料作りもいろいろ調べたんですけど、うん、過去のニュースとかがもうなかなか検索しにくくなってて、もう今年になると緊急事態宣言の話しかここにまとめてないんですけどもはや2021年になってくるともう緊急事態宣言も3回出てるし、うん、1回出ると2、3ヶ月延長延長で、うんうんうん、もはやもうよくわからない状況になってきますよね。で、まあね、緊急事態宣言っていうのは実際には福島県はほとんど枠には入っていないっていうことなので、そうです、福島県やいわき市の時はとこはどうなのかっていうのが逆に言うともう検索しても見つけづらいということですよね。そうなんですね。そうなんですよ。で、ポイントは9月に福島県まん防がね適用されて、うんうんうん、いわき市でも、まあ、こういう形で厳しい制限出てきたわけですけれども、うん、やっぱり2020年ぐらいはまだその お影響ない中で、うん、まあ、フェイスマスクしながらとか、うんうん、なったけれども2021年ぐらいになってくると緊急事態宣言というのが乱発され、うん、主に首都圏と大阪なんだけど、うんうん、これを過剰にやっぱりメディアでガンガンやるし、うんうん、で夜の街夜の街、うん、若者みたいなワードが出てくると、うん、いわきは感染者数よりもイメージっていうんですかね、うんうん、その東京が大変なことになっている、うん、いわきもこれから大変なことになるだろう、うん、だからもう先手を打って飲食店に行くな、うん、飲みに行くなんてもってのほかみたいな、うん、何かこう過剰に都市部の緊急事態宣言を受け取ってしまって、うん、自らこう厳しくしていってしまって、2021年のもう本当に序盤から特にね、あのいわきの平を中心にあの飲食店っていうのが軒並みダメージを食らっていくっていう風になっていくわけですけれども、うんうんうん、チャッピーさん改めて、はい、まあ、あのハエマガジン作られたりとかいろんなね飲食店とかこう巡っていく中で、はい、かなり厳しいその現場の声とか、うん、あの聞いてきたと思うんですけど、どんな思いで、あの、まあ、もちろんあの確かテイクアウトの取り組みとかも始まったりとかってありましたけど、はいはいはい、ね、飲食店の皆さんの苦境っていうのはどんな形でこう耳に入ってきたりとか。そうですね、まあ、まずその去年の4月ぐらいに、緊急事態宣言が出るっていう時は、うん、まあ皆さんいわき市内も、まあ、要は中央のニュース側に引っ張られる感じで、うん、こう全体的には自粛ムードになっちゃったんで、うん、まあテイクアウト始めるっていう流れになって、まあ、そういうことで、まあ、Facebook の中でテイクアウトいわきみたいなものを作って、うんうん、それでまあ情報交換するみたいな感じでやってて、あの時はでも実際まだ近くで陽性の方がそんなに出てるっていう状況ではなかったので、まだ全然こうポジティブというか、皆さん飲食店の人たちも確かにあの頃はなんかその震災や台風も頑張ってきたんだし、今回もなんとか頑張ろうっていうような、そういう感じはムードありましたよね。ありました、ありました。去年はそうなんですよ。あの時は全然ポジティブで、むしろね、テイクアウトをいろいろやったおかげでこう皆さんこう買いに回ってくれる人が現れたりとかして、うんうん、まあ、行く店によってはもうあれに乗せたらもう今日一日全然座ってないよみたいな、作り続けててみたいな、うんうん、ありがとうねみたいな、こんな感じではあったんですよあの頃は、うん、20年2020年の時は。
でただあの、まあ、1年経って8月8日からのまん延防止等重点措置の話、うん、まあその前から時短やってましたけど、はい、こうなってくるとそうだな、やっぱりもうテイクアウトも1年経ってるわけですよね、すでにね。そうですね。するとやっぱりテイクアウトの盛り上がりっていうのももうある程度落ち着いちゃってる状態で、さらにそこで初めて時短がいわき市で起こると、今まで時短もなかったので、時短が起こると。で今度8月に入って、まん延防止等重点措置で今度お酒すら売れなくなるって。そうですよね。前はまだ時短だったから。そうです。8時まではまあなんとかね。そうですそうです。なので僕もよくスタンツァなりファロなりに仕事終わり滑り込んで飲むみたいな、そういうこともやれてたんですけど、それすらできなくなったわけですよね。今度そうするとお店の人に聞いても全然あれですよ、もうどうしていいかわからないっていうような感じの返答、これはもう我慢するしかないよねみたいな、そういう感覚の回答のみで、具体的にこうしてってポジティブになんか行こうっていう雰囲気っていうのは、感じられないような状況に8月に入ってからはなっちゃってでしたね、なんか最初はねこう手を変え品を変えなんとか耐え抜いて、なんとかやろう、ね、ワクチンを早く打って、経済を回すんだみたいな形のね、そういう発信もあったし、最初はもう手探りだったけれども、まあ何かに打ち込めるまだその時間だったりとか、お客さんとの交流がまだあったし、飲食店大変だっていうのはね当初から話題になってましたから、僕らからもね、なんかそのせめてテイクアウトで応援しようとか、少し情報発信でねお手伝いしようみたいな機運がねあった中で、どん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 こう打つ手なしみたいな形になっていくわけですけど、北林さんはこのね、なんかちょっとこうざっくりとした質問になっちゃいますけど、どんもうファローだって開けたらみたいなそうなんです。ちょうどその年表でいうところの2月の頭にみんなでここの壁塗りをしてたんですよ。あ、2020年の2月。それでその本当に4月の24日がオープンだったので、これ開けられないのねっていうところになっていってっていう状況だったんで、もうスタートからもうそういう状況だったので。そうですよね。そうですね。だからまあもうド頭からなんか店の存在意義をまあそれでこの配信も始まったのはあるんですけど。ああそうでしたね。でなんだかんだでもうこれも14回目そうなんですから、毎月やってる、まあねやらなかった時も入れたってもう1年半そうですねやってるわけじゃないですか。で僕らもこうファロの通常がよくわからないってことですよね。そうです。私たちスタッフも通常が一切ないんです。だからまだそのずっとイレギュラーな状態なんで、デフォルトが何なのかっていうのがまだうちらの中でも全然確立してないので、なんか本当に全然どうにか、ただ本当にそのスタートがそういう状況で、もう宿泊は絶望だし、飲食もどれぐらいのお客さんが来てくれるのか、まして新規店なので全然どうなるかもわからない状況だし、スタンツァもちょうどこっちをやるために休業の期間に入ったとこだったんです。3月から休業だったのでっていう状況だったので、もうなんかどうしたらいいかさっぱりわからないっていうところからスタートしちゃったんで、とりあえず新規のスタッフの方とかはもうちょっと面接約束した方がごめんなさいした状態で、もう最小人数でスタートさせて探り探りっていうので。そっか、面接してたんですもんね。そう、本当は10人ぐらい採用して、でもトレーニングしてっていうその、でオープニングの時はもう私いないで若手の子に任せてっていうつもりだったんですけども、その時期にこれやべえってなっちゃって。いやだからこれ本当にね、コロナと飲食店の問題って本当にその、飲食文化っていうものが、ある意味大きく傷つけられたっていうような語り方もあれば、もう本当にその外食産業にかかってる人たちってめちゃくちゃ多いんで、雇用の問題とかね、特にそのパートタイムとかアルバイトで働いている若者や女性たちがすごくその影響を受けてしまったっていうところでも語れるし、もう本当にとてつもない影響を与えたわけですけれども、今の北林さんのお話をね聞いたり、いろんなお店の話あったと思いますけど、やっぱり
2年目が影響がこうより何ですか、ね、そうっすきついですね。ね、なんかそのきつさって、うん、まあむしろ2年目になってくると、うん、少しこう飲食店に対する補償だったりとか、うん、まあいろんな、まあ、コロナもいろんな形でその原因とかね、うん、対策っていうのが見えてきて、うん、回復していく何かこうきっかけっていうのがあったようにも見えるんだけれども。うん、2年目になってからの方がこの苦しい感じっていうのが強くなったっていうのが、うん、なんかどういったところだったのか、まあなんか、うん、やっぱり八方塞がりだったのか、うん、あとはやっぱり1年ぐらい経った時にやっぱりなんていうんですかね、モチベーションっていうんですかね、うん、そういうものがこう支えられなくなってきたっていうか、うん、北林さんはなんかこう体とか心の変化みたいなところって2年目ってなんか、そうですね、やっぱり1年目は本当なんかなんもういろんな人も応援してくれましたし、やっぱりそのテイクアウトで来た人も頑張ってねみたいな感じで来てくれてたのもあったんですけど、うんうんうん、やっぱもう2年目になるとやっぱそういう空気感はなくなりますし、なんかその、まあ、そのうちね、なんかその感染の場所が飲食店なんだって話にもなってきちゃうじゃないですか。そうですね、そうなるとそのね、楽しく食べてほしいけれども喋っちゃいけないしそのどうやったら安心して食べてもらえるのかっていうのとかも発信も含めて、そのどう何をどうしたらいいのかが本当にこう打つ手がわからないっていうのがだんだん出てきちゃって、うんうん、そうだよね。あとはね、特に2年目になってからその夜の街、うんうん、あとはその接待を伴う飲食っていうのが一人歩きしていきましたよね、うんうん、あの飲食店経営されてた俳優ニュースってどういう気持ちで見てらっしゃったなんかあのうちら悪いこと一切してるはずなんですけど、なんかどうしてもそんなつもりはないんでしょうけど、すごく 悪者にされてる感じはすごくあって、でやっぱり来てくれたお客さんも、来てくれる方なんかまだそんなことはない人がほとんどなんですけど、なんかその前 SNS にしろ発信したりしてもやっぱりちょっと当たりがなんかあれって感じるようなこともあって、 こっちも必要以上にビクビクしなくちゃいけないし、そう自分たちがこう頑張ってこう自分たちのためでもあり地域のためでもありって感じでこう発信すると、それがこう、うん、違う目で見られる、うん、あこんな時になんで宣伝してるんだとか、ね、こんな時になんで人集めるなんか来てくださいってやるんだみたいなのですぐなるし、あとまあこれはもう本当もう過敏になりすぎちゃってるのも分かるんですけど、例えばどっかのお店がこう危ないから休みます、危ないから自主的にテイクアウトだけにしますってやって、それにこういいぞいいぞってコメントがわーって乗ると、うんうん、え営業してるうちって良くないのかなって、あそういう気持ち、ね、そういう気持ちにもなるし、あそのなるほど、こう本当に、うん、もうねやりたいことはあるし伝えたいし出したい、うん、感じてほしいものもいっぱいあるんだけど、うんうん、それをこうやることが本当にいいのかっていうので、うんね、2020年、ま、去年なんかはね自粛警察なんてね、言葉もありましたけれども、やっぱりそのいろんな情報が SNS で可視化される中で、はい、見なくて済んだコメントとかを、はい、直接ね目にしちゃうっていう、うん、そういう機会もすごくありましたよね、うん、確かにやっぱり状況がわからないし、自分あの逆にそのいろんな人と会っていい状況じゃないので、うん、あんまりいろんなところにも行けないじゃないですか、うん、そうすると他の店はどうしてるのかとか、うん、そういうのもそんなに手に取るより分からないの で、ね、どうしても お互いの店の状況が ね、 ね分かりづらい、よっぽど親しい人じゃないとなかなか分からないので、うん、こう SNS にやっぱどうしても自分も情報収集、うんうん、探ると、うん、いろんなものが出てきちゃうと、そうなんだよな、だから、うんね、少しでもやっぱりなんて言うんだろう、こう何とかしたいと思って皆さんやってて、うん、別にその感染させたいと思ってやってる人なんかいないんですよね、そこはね、何とかこうやろうとしているところがどうしてもそのなんでこのご時世にこんなことやってんだっていう声と、うん、ある種こうねさっき出てきましたけれども、お店やりませんっていう声にこうよくぞ決めたみたいな形のコメント出てくると、はい、これ心が病んでいきますよね。そうなんですよ、うん、でこう落ち込まないようにとか思うんですけど、やっぱりこう考えざるを得ない状況になりますしね、そういう雰囲気ってのチャッピーさんやっぱかなり感じてらっしゃる、感じます ね、 ね、それは感じます、なんていうかそのなんだろう、
飲食店だけじゃなくて、まあ街づくり的な意味でのイベントとか、うんうん、そういうやつでも同じじゃないですか。あ、ちょうど8月の第1週ぐらいにまん延防止等重点措置が8日から始まりますというニュースが流れた時とかは、うんうん、結構すごかったですね。あの時期にイベントをやってることに対する、はい、やっぱりこう反応っていうのを見てると、うん、いやそりゃ皆さん不安な気持ちがあるからそういうふうに言ってるっていうのも十分理解はしてるんですけど、こ、うんうん、れにしてもあの時は結構すごかったですね。いろいろな方面、いろいろなイベントに対して特にね、お二人は今年はその七夕のプロジェクトっていう形でもね、二人はもうもちろんそのメディアや飲食店のプレイヤーってことじゃなくて町のプレイヤーとしてね、今年なんとか2年連続だ中止だけは避けようってことで限定的なねイベントをやられましたけどもね、応援してくれる人だけではやっぱりない。いやでもあれは本当にタイミングがものすごく良すぎましたよね。そうですね、いわき市平のっていうか七夕祭りって789じゃないですか。あ、678月の678に行われるっていうもので、うん、で、まん延防止等重点措置が、8日8から始まると、うん、で、七夕祭りに合わせた町のプロジェクトとしてやってたものもちろん七夕の時期に合わせてやるように設計されてるというか予定されてるものなので、あの時大変だったのはマンボウになりますよニュースの後に七夕祭りを頑張ってる人たちがいますっていう、その並びはその並びじゃそりゃ言われてもしゃあないわっていう。ただマスコミの皆さんももちろん七夕祭りっていうタイミングで合わせて放送するってなれば、うん、そこに入れてくるのはもちろん当然じゃないですか、うんうん、だからもっと前から取材してくださってても、うん、直前1週間前ぐらいに放送するわけですよ。このマンボウになります、七夕やります、並んじゃうとそりゃ怒る人も出てくるわねっていう、そういう感じでしたね。そうですね。一方でね、やっぱりその1年ぐらい経ってくると、うん、まあ人がそう離れていれば、うん、まあ、距離が保てれば感染リスクが少ないぞって、だいたい1年ぐらい、ね、経った後に、うん、まあ、外だったら大丈夫だとか、うん、あ、飲食の時に、まあ、食べるタイミング以外はマスクしようとか、うん、まあ、やってたけれども、やっぱりそのデルタ株が出てきた時の、ね、うん、はい、反応だったりとか、うん、ものすごいやっぱりその未知のものに対する警戒心、これ誰も、うん、がね、そうだと思いますけど、まあ、当然ですよね。ここでね、こう折り合いをつけて、まあ、結局その何て言うんですかね、まあ、僕とかはやっぱりこう全て絶対何をやっても感染を絶対 0% にするっていうのは難しいから、ある程度のリスクっていうのは、うん、まあ背負った上でね、うん、自分でできる範囲で、地域の経済も自分なりに応援しながら、うん、自分で食べたいものも食べて、うん、旅したいところは旅すればいいというふうにね、僕個人としては思っていても、うん、そこでね、それぞれみんな考え方も違うし、うん、はい、そうなんですよ。そこでね、繰り返しになりますけれども、言葉の応酬っていうのは可視化される時代ですからね、うん、はい、SNS ね。だからこれはもうね、僕らは本当に震災後にね、ちょうどツイッターが、はい、普及するタイミングで、ああいう災害があって、当初はね、情報が早いってことで、はい、ここでこんなことが起きてる、ここでね、命をこうなんか助けを求めている人がいるっていうことで、一時情報を取るためのツールとしてね、ものすごく普及したんだけれども、その後はもう本当にある種こうね、罵詈雑言の飛び交う空間にこうなっていったっていう中で、コロナもやっぱりその、なんていうんですかね、この地域の中での応援、地域の中でのこう温かい言葉っていうものとの乖離っていうのかな、うん、SNS でまた取り交わされるその過激な言葉っていうものにも、うん、その落差だとかも疲れますよね、疲れますね、疲れますね、確かに、ね、もうほんとそこだけ見ちゃうと、もうやっぱりそれにしか なっちゃうんですよ、分かってても、うんうんうん、それでこうふと本当その時スタッフが
ゆうさんでも顔を上げたらそこにそいつらいませんからって言われて、ああそうだねそうだねってでたまにそうやってこうリセットしながらやらないと本当にちょっとしたことで、うん、例えば本当に5人に応援してもらってても1人ですごい攻撃されるとやっぱそれは本当にメンタル的には傷つくので、そういうこの直接例えばファロとか、はい、あまあ、七夕祭りの企画とか、はいはい、直接こう北林さんの元に届いたきつい声みたいなの、あでもあのお店にはないですけど、やっぱりお祭りの企画に関してはかなりの数が来ましたね。やっぱりこんな時期に何やってるんだみたいな、うん、頭おかしいんじゃないかみたいなのは相当来ましたの でまたそのメディアに取材して、それはうちらとしてはその街がその本当にその夜の街も含めて平っていう、まあ、この街が相当ダメージを食らってるのは感じてたので、その街を CM したいっていう気持ちも込みでマスコミからいただいた取材は積極的に受けてたの でそれが本当にだんだんその感染状況が悪くなっていく時に流れていくの でそれがネットのニュースに上がると、もうそれに対してはもう私やチャピはもう顔も出してるし名前も出してるし、でそこにこうコメントがわーっと入ってくるっていうので、こう見なきゃいいのに見ちゃうとドーンってなるみたいな、それはやっぱり、ね、特にああいうプロジェクトって、ま、たくさんの人でやってても絶対スポークスマンに誰かがならないと取り上げられないじゃないですか、うんうん、そうすると大体北林さんが話すっていうパターンにどうしてもなっちゃうんですよ、はい、そうするともう北林さんの顔が出ている動画に対してコメントが入るっていうのは本人やっぱきついですよね、うんうんうん、それはね、うんうんうん、なんかそこはすごい大変だなってすいませんなんかっていう感じです。まあ最後までまあこれはでもやろうと思ってやってはいたんですけど、うんうん、だからそのこんな時期に何やってんだって声と、うんうん、こんな時期だからこそやるんじゃんっていうことのその意味合いの、うんうん、なんですか、この距離の離れ方って言ったらないっていうかね、うんうんうん、もうやってる方は平の町もやっぱり応援して、さっき言ったようにコマーシャルしてもらって、なんとかこの町の苦境も含めてね、はい、いろんな人たちに関心持ってもらいたいっていう気持ちと、でも何やってんだよっていう、うん、その何やってんだよっていう気持ちもね、分からないでもない、分からなくはない、うんうん、それは全然分かりますよ。そうです、うん、だからこそね、飲食店の皆さんやっぱりそのだってそもそも前は堂々とお店をやり、うん、うまいものを出し、お酒を出して、うん、みんながこうそれこそある種飛沫をこう浴びせかけながら ね、 そうですね、なんかこういうことを飛沫を浴びせかけるとか言うとご時世的になんかもうもはや僕らなんとなくこう、はい、ね、負のイメージみたいなの持っちゃいますけど、はい、そもそも飲食店ってそうやってね、膝と膝がこうくっつき合うようなところで、はい、ね、言葉と言葉とか酒と酒をこうね、うん、交わし合って盛り上がってきたものじゃないですか、うん、まあ、それがいきなり自分、うん、ね、チャッピーさんもイベントとかやられてたからよくわかると思いますけれども、うん、そういうのがこう180度敵視されている、うん、本当そうですね、今までは本当に純粋に喜んでもらえてた、ね、はい、そうです、それをこうね、うん、こう本当に喜んで欲しくてやってたものがそうなっちゃうっていうのは本当にメンタル的にきついですよね、はい、だからなんていうんですかね、単純にその経済的な影響、例えば今日も後半で保証金の話にもね、はい、なんかおそらくチャッピーさんにもご意見聞きたいなと思うんですけれども、仮にそこで保証されていたとしても、うん、自分のやっぱりこれまで信じてきた道とか、うん、人に喜んでもらってなんぼだっていうような、うんうんうん、自分のこう誇りとかプライドとか、うんうん、なんですかね、自分の信念みたいなものが、うんうんうん、めちゃくちゃ傷つけられたっていう経験だったのかなっていうのは、うん、僕本当に外から見てて思いますし、うんうんうん、チャピーさんもいろんな飲食店の方とかイベンターとかね、うん、つながってる方いらっしゃると思いますけど、そのメンタルの傷つきっていうか、うん、そういうの感じられたなんか瞬間だったりとかエピソードみたいなのって何か思い出すことありますか？そうね、メンタルっていう話で言えばやっぱりこう特に何だろうな、個人でお店を始められた人って、うん、やっぱり自分がこういう空間を作りたいって思って作った、うん、
あのものじゃないですか、うん、そこであの営業できないっていう状態に関するこう喪失感っていうか、うん、そこはもうさっき北林さんも言った通り、その自分がねこういうことをやりたいから頑張って作ったお店だったりするものが開けなくなっちゃってるっていうところにの、うんうん、そのなんか何もなくなっちゃったみたいなこうポカーンとするような、あ、うん、何もできねえしみたいな感じになっちゃってるっていうところ、そういう感覚はその8月のまん延防止等重点措置が出た頃あたりからそういった雰囲気のことをおっしゃるお店の人っていうのは増えましたね。うーん、あとはやっぱりその後半っていう話もありましたけど、どうしても、ね、飲食店協力金もらってるからいいじゃんっていう、うん、風になりがちなんですけど、やっぱ話聞いてると、うん、もちろん協力金ありがたい、うん、皆さん言うんですが、それ以上にやっぱり自分がやりたいスペースっていうのを開けないっていうことに関するその精神的な痛手が大きいというか、これ本当に僕も本当に強く思ってて、うん、これ原発事故の問題ともすごくよく似ててね、うん、なんていうか僕もフリーランスで、うん、給付金、何金でしたっけ、あ、持続化給付金、給付金だ、はい、僕初めてこうで1年目100万円出たんですよ、はい、で売上が僕2020年の5月とか月に2万円とかで、これはちょっとやばい、やばいですね、2万円ですかね、やばいですね、アルバイトにもなってないみたいな、はい、でアシスタントともいるし、うん、どうすっぺってことでこう持続化給付金いただいたと、うん、でそうすると初めて国からそれだけ大きなお金をいただいた時に、なんかこう嬉しい、これが生活できるっていうふうに思う反面、なんかその自分が一生懸命やったものに対する対価ではないからとても複雑だし、これ漁業者なんかに話を聞くと、やっぱ俺らは賠償金や保証金が欲しいわけじゃないんだと、そもそもあの海で魚を取ってで、それを食べてもらう、市場の人に評価してもらうっていう、そもそもあった漁業をやりたいだけなのに、別に賠償金が欲しいからこんなにごねてるわけじゃねえんだと、俺たちが傷つけられたってのはその漁師としての一人の尊厳っていうのかな、自分がね何十年やってきたことが傷つけられてるんだっていうこの怒りなんだよ、こういうことをなんか伝えたいんだよねってこう言った時に、今チャッピーさんがね言ってくれてたその料理人とか、その自分が信念を持ってやったことができず、しかもそれをやったことでなじられたりとか、でそのなじる気持ちもよくわかるだけに、すごくこう声を発することができずに苦しい思いをして、でもそうやって生活していかなければいけないから、そういう賠償やね保証ももちろん助かる、でいろんなところでこうぐしゃぐしゃに引き裂かれてって、で本来そういうところで頑張っててもよしなんとか大変だ、でも俺にはこの店がある、この食材がある、頑張ろうっていうふうに自分をこう奮い立たせたものができない、でどん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 限定されていく、で最初はねなんかディナーだった人がランチなんかやったことないよって言いながら、いろんなこう工夫をしながらみんな頑張ってて、でしかも一般の人たちも1年半ぐらいになってくるともう応援することもやっぱり疲れていくし、これはそうだと思います。で自分の仕事だって、ね、不安定になってくる中で、これは本当に精神的なこの摩耗、自分のこの尊厳っていうのが傷ついていく感覚っていうのは、きついです、ね、きついですよね。そのね1年前とかだと1人10万円とかあったじゃないですか、ああいうのもあっての、東京とかの方の緊急事態宣言でテイクアウトが始まってみたいな感じだったから、意外と皆さんこう気軽にお金を使ってくれてる状態ってのがあったんですけど、やっぱ1年経った後だと今池井君がおっしゃったようにあれですよ、飲食店を応援するどころか、まあてめえの仕事の
先行きもよく分かんねえぞみたいな話になってくると、うんうん、なかなかこうお金が使えないっていう、うん、そういうふうにはなってきて、本当にこう全方位的に疲弊してるというか、それでね、すごかったなと思うのは、今年の夏とか、うん、やっぱり飲食店とかのめちゃくちゃ大変なんだけど、うん、スーパーのチラシがバーベキュー食材だらけで、あえげつないんですよ、はい、でそれはもちろんスーパーはスーパーで、売り上げも上げなくちゃいけない、うん、でみんな酒は飲みたいわと、うん、こんな時期ですし、はい、で片や大変な飲食店があって、うん、イベントもできない、イベントで食べてる人がいっぱいいる、うん、で特に去年とか文化芸術でね、うん、そのシアターとか劇場とかも閉じられて、うん、いろんな人傷ついてる中で、はい、いやこれきついなって言ってチラシ開くと、夏はバーベキューだみたいな感じで、うん、ガンガンエビとか肉とかが売られて、うん、でなんかバーベキュー食材コーナーとかスーパーにあるんだと、そうそう、みんながみんなこう食べていくために必死になっているので、うん、はい、どこかがこうその飲食というなんかお酒を飲んで物を食べるっていう、うん、この1日3回の食事のパイの取り合いみたいな、そうですね、それは本当そう、それはそうだと本当にそうなんです、うん、その流れでじゃあテイクアウトやってるお店とかが、まあ通常そのお店で出してるような価格じゃないような価格で、うんうん、テイクアウトやお弁当とか出し始めちゃうと、それもちょっと やっぱり危ないんじゃないかっては思ってて、戻らないじゃないですか。だからそういう意味でこう、ね、そこと対抗するためにっていうんでやるのもね、うん、そうだからだと、ね、業界的に絶対良くないし、うん、テイクアウトでデフレスパイラルみたいな、そうですよね、そうなんです、しかも各体とか、うん、まあね、飲食店の経営って、うん、僕も詳しく分かんないですけど、やっぱりランチ専門とディナータイムでお酒も含めてっていうところだと、やっぱりなんていうんですかね、そのオペレーションも違うわけじゃないですか、うん、はい、でそうなっていくと夜開けられないから昼やらなきゃいけない、うん、よく分からないけど1000円以内で納めないといけないから、はい、うん、なんかすごくいい食材を使ってた飲食店とか500円ランチみたいな感じで、うんうん、やり始めてましたよね、うん、あれ相当きついよなっていう、うん、それをやっちゃうと本当業界的に多分良くないって思うし、うん、多分最終的にみんなで首絞める形になっちゃうから、ただやっぱり出してる側とすると、うん、テイクアウトで持って帰っていただくと、やっぱお店で出来たてで食べていただくのと状況違いますし、やっぱり下手すると1時間後とかになるじゃないですか。そうですよね。そうするとやっぱりお店で食べる状態とは絶対違うから、うん、そこでその状況が下がったものに対して同じ値段をいただくっていうのも心苦しいんですよ、こちらとしては。なるほど。ああ、そういう。それもあって、本当にこうメンタル的にこう、目の前で食べていただければね、なんか状況もあるし見れるんですけ ど、うん、なるほど、そういうストレスもあるし、あ、それでついね、だ安くつける人の気持ちも分かるんです。だからつい、うん、同じ内容のものでもちょっと安くつけたくなっちゃう気持ち、しかし今日そのなんていうんですか、その気持ちも分かるっていうね、うん、コメント3人から今日いっぱい出てますけど、はい、まあちょっと想像したら、うん、気持ち分かるけどみんなね心の余裕ないし、うん、はい、そうなんです。コロナ禍で、新聞なんかこう、ね、報道されてますけど、虐待とかね、うん、家庭内暴力とかもすごくこう増えているんだっていうような、うんうん、あのニュース出てますけど、本当にこう心の疲弊感っていうのが本当にすごく大きくて、うん、本来はそういうのをこう傷を癒していくための飲食であったり、うん、イベントだったりするはずなのに、うん、サウドプレイスとしてもね、うん、そこがね、ズボッと抜けてしまって暮らしてるっていう状態がどれだけこう人の心を闇の方に引っ張っていくかっていうことですよね。ちょうどあの震災後にね、津波がやっぱり起きたことで、夏海に行くっていうライフスタイルが失われた、で福島でも特にいわきなんかはこれだけ頑張って復興したけれども、やっぱりそもそも夏に海に行くっていう発想自体が今の若い子たちからこう失われてるもんだから回復しないわけですよ、うん、今後この飲食文化、やっぱりみんなで狭い小さいところでね、お酒飲みながらやっぱりこれっていいなっていうふうになるのか、
コロナ前は100としたら、うん、実際やっぱり100まで戻るのかとかっていうのは、うん、チャッピーさんと北林さんどんな風にこう考えて、まあ正直な話でいくと、まあ、戻らないと思います。うんうん、あと何だろうな、こう人の動きが変わってしまったので、特にこう何だろうな、都市部っていうか、うんうん、その歓楽街的なところっていうのは厳しいんじゃないですかね。そのこれからしばらくは、うんうん、そういうふうに人が戻ってくるかどうかも含めて、うん、難しいかなっていう感じはあります。積極的にその業態を変えてるようなね、大手の飲食店なんかもあるし、うん、僕ら普通に見ててもなんかあれ唐揚げ屋さんいっぱいできたのかな、はい、やっぱり見てるとその大きな会社はね、うん、そうやって業態変えたりとか、うん、投資できますけど、うん、北林さんはどういうふうにその飲食文化とか、ね、はい、みんなで集まって飲むっていうものっていうのはどんなふうにどこまで回復していくっていうふうに。いや多分私もそんなには戻らないだろうなと、うんうん、本当に時間はかかるだろうなと思います、うん、まあ、必要とそういうのを必要としてる人って多分絶対いなくはならないので、うん、なくなりはしないと思うんですけど、なんかもうそういうの忘れちゃったねって言葉が出るぐらい、うん、楽しみ方忘れちゃったよねみたいな、うん、もう日々必死だったりすると、なんかなかなか海外の行動なんか見てると、うん、まあ、なんかドン引きするぐらいみんなこう街に集ってウェーイって、ね、っていう感じで、もともとやっぱり数百年レベルぐらいでのあのパーティー文化みたいなのがやっぱりあるんだと、はい、うんうん、でその日本の場合だとなんていうんですかね、やっぱりその危機をこう過剰に、うん、敏感に感じ取って、はい、生活スタイルを変えられるじゃないですか、うん、日本の人たちっていうのは、うん、うまい具合に順応していくっていうか、うん、その順応力みたいなのが過剰にいくと、うん、まあ、うん、酒飲まないなら飲まなくってもまあ、うん、いいじゃん、うん、家で飲めばよくねみたいな風になっちゃうっていうことでしょうね、はい、そうですね。当初オンライン飲み会みたいなの流行ってました、はいはいはい、お二人はオンライン飲み会って参加されたことはないですね。僕この間の土曜日やりました。この間の土曜日割と流行に遅れてる。いやいやいや、最近やったのがそれってだけで、前もやりました。もともと、あ、なるほど。で直近だとこの間の土曜日やりました。北林さんオンライン飲み会やってないって印象的ですね。いや、それ、うん、なんかそのそういうし、もうオンライン自体も、まあ、今ライブ配信してて言うのなんなんですけど、ちょっともう自分の中ではもうなんだろう、いいやんな気分にはなっちゃって、うんうん、画面を長時間見るのもちょっと苦痛になってきてるのもあるので、うん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 、なんかそういう質量がない状態で飲むのはちょっと私もいいかなっていう、まあ、もともと家で一人で飲むっていうのがないので、もともとやっぱり誰かと外でじゃないと、うん、そういう風になれる気分になるタイプでもないから、うん、そのそっちは必要ないんですよね、うんうんうん。でもオンラインでチャッピーさんとか飲まれてて、はい、なんかそのままオンラインに置き換わるともやっぱ思えない。あ、思えないですね。この間の週末オンライン飲み会しましたって言いましたけど、飲んでる相手が東京の人と名古屋の人でしたから、そういうことです。あ、なるほど、うん、そもそもこう距離的に会うことができない人とオンライン飲み会をしたってだけで、そりゃ実際に近くにいる人だったらもう直接会って喋って飲む方が絶対楽しいし、うんうん、そういうことですよね。そうなんだよな。だからね、全てがオンラインに置き換わるわけでもないけれども、うん、やっぱりそのライフスタイルっていうんですか、うん、生活様式がこうね変わってきて、うん、ね、皆さんも経験あると思いますけど、なんとなくぎゅうぎゅうで人がね、おしくらまんじゅうみたいな状況になったら、ちょっと密だなって思うようになっちゃった。なりましたね。なります、なります。うん、でコロナ前は、うん、ある種 の, その屋台村的なね、うん、本当に狭いところでぎゅうぎゅうになって、恥ずかしいな屋台村で、なんかそのちょっといい感じのおでんとか、うん、もつ煮とか、うん、でたまたま隣に座った人と、うん、お友達になっちゃったりとか、うん、2軒目行きましょうってなって、うん、ちょっとこうなんかいい感じになっちゃったりとかって、うんうんうん、それが良かったじゃないですか、うん、やっぱりその、うん、たまたま居座って
ちゃったね、例えば隣に座った異性の方となんかこうちょっと体が触れ合ったりとかパキッとしちゃったりとかなんかそういうこう、うん、なんかものが、うん、その人と距離を詰めて、うん、なんかひそひそ声で話したりとかっていうこと自体が、はい、なんかちょっと近いなって思うようになっちゃったっていうね。いや本当ね、近寄れないですよね、うん、今の感覚だと気軽にこうスッといけないっていう風になりましたよね、うん、もう生活様式的にそう近いなんか親しい人 とでもあんまり近寄ると嫌がられるかなっていう、うん、気にしちゃいますよね、だからこの距離だったら喋っても大丈夫かなみたいなのは考えちゃいますよね、うん、なんか気がついたらこう正対せずに横向いて喋ってるとかあとあのずらすとかね、そうそう、はいはいはい、気がついたらずらしてるとかあります、うん、あります、うん、だってね本当になんかこれからだからなんていうんだ僕らの世代はまだそのコロナ前ね、はい、分かってね、うん、いやこういうねちっちゃいスナックで、うん、なんかママの小料理食べながらカラオケ歌ってもうなんか別にそれね、はい、アルコールので拭くわけでもなく、はい、ある種みんなでウイルスを交換し合ってたみたいな、まあ今でこそなんとなくこう牧歌的な感じもしますけど今のこういうコロナで育っていく若い世代っていうのがそういう狭い何かこう熱量のあるぎゅうぎゅう詰めになってるっていうね、そういう飲食店とかを見た時に入りづらいなってきっと思っていくだろうって考えると現実的な話、その元通り全てが元通りにはまあならないでしょうね、うん、ばっかりは、うん、ですね。でも一方でね、全てがもちろんリモートでできるわけではないし、うん、やっぱりお酒を飲んで、うん、さっき言ったようにやっぱり距離の近さで、なんていうんですかね、こう緊張したりドキドキしたり、うん、楽しくなったりっていうのはもうそもそもの人間の、うん、そういう本質的なところっていうのはおそらく変わらないでしょうから、うんうん、もう一回やっぱりそういうものを取り戻していくっていうんですかね、うん、慎重にこの出会う場所を作ったりとか、うん、最初はこうアルコール消毒とかももちろんあの併用しながらですけれども、うん、みんながねこう踊れるような場所とか、うん、そういうものを意識して、うん、長い時間かけて復活していかないと、はい、うん、本当そうですよね、うん、いや結婚式場とか大変そうですもんね。そうだよね、いやいや式場、式場は気もちっちゃくして始めたりとかね、始めてはいるけど、いますけどね、あの仕事でたまたま行った披露宴会場とか、まあ、結婚式ではなかったですけどね、行った時にあの円卓あるじゃないですか、円卓をピザで切ったみたいに両脇にこう、はい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 、こういう風に、はいはいはい、アクリル板、そうアクリル板でこうなってて、うわー、そして誰かが間違って1枚倒したら全部倒れるバラ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 ドミノ状態バラ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 ってなって、でもそのアクリル板も最初はそうなんです、うん、私もすごい嫌だったんですよ、アクリル板越しなのはどうなんだろうと思ってたんですけど、今実は全テーブルに 3階のスタンツも入れてますけど、うんうんうん、なんか これがないことで来て喋れないっていうぐらいだったら、なんかこれがあることで来て友達と超短い時間でもご飯食べて笑って喋れるんだったらあった方がいいのかなって思えるようになってきて、最初は本当にやっぱりその自分が作ったスペースにね、テーブルとかもこだわって作ってるのに、そのテーブルにこんなものを引き詰めるのなんてなんだよって思うじゃないですか、これが並んでる姿とか見るとやっぱりげんなりはするんですよ、もうでもするよな、でもね、うん、ですね、やっぱりそのたまたまそのこのアクリル板が届いて、まあ、フィルムとか剥がして準備してる最中にこう何個かテーブルを置いてたら、そこにお客さんが来て、でまだ1個ぐらいしかテーブルに置いてなかったんですよね、で全部の席空いてるのにどこにしようかって言って、このアクリル板が置いてるテーブルを選んだんです、女の子が2人で来て、うん、でそうコーヒー飲んで帰ってたんですけど、ある種気遣いみたいなものになってくるんですかね、これがある方が友達と気兼ねなくちょっとお茶できるっていうんだったら、これはあった方がコミュニケーション取れる場所に戻れるなってちょっと思えたので、うん、そうかと思って、それから
もう枚数全部買って揃えて、うん、もう全テーブルに置くって、うん、これがあることでできるなら今ヨーヨー君からコメントね入りましたけど、うん、黙食文化で育っていく子どもたちが、うん、居酒屋カルチャーに馴染めんのかみたいなのを本当にこれ考えていかないと、うん、やっぱり友達とねなんか牛乳ベーって出しちゃったとかなんかそういう経験をしながら、うん、みんなで先生にうるさいぞって怒られたりとかしながら、うん、でもみんなで騒ぐながら飯食うの楽しいなみたいなのが始まる中で、うんうん、これは本当に、ね、そもそもそういうのが楽しいなっていう経験をしないわけですからね、うん、そうなんです。経験がもう空白状態になってるわけですから、うんうん、だから彼らからすると、ね、それが尊いとかそんなことそもそも思わない、戻りようがない、うん、そうなんですよね。って考えると、うん、僕らはやっぱりこれ子供たちがみんなで食べるのって美味しいぞっていう、はい、この子供たちは一人一人で黙って食べるのが心地いいかもしれないけど、うん、こういうのだってあるぞっていうことを少し意識的に、うん、はい、やっぱりなんかこうやっていかなきゃいけないし、うん、まあそもそもね医療とかね、うん、その充実して、まあ、感染したとしても入院できて、うん、重症化が抑えられるんであれば、うん、まあ、別にリスクっていうのは考え、うん、ね、そこまで大きく考えなくてもいいはずだから、うん、これ本当に医療とか、うん、そういうものと並行してね、うん、やっていかなくちゃいけないことだと思いますけれども、うん、本当にね考えちゃいますよね、今のこの若い人たちがどうなっていくのか。本当ですね、もうね、カラオケ屋さんとかどうなってるんですかね。僕はカラオケボックスとか行かないんでよくわからないですけど、意外と高校生とか利用はしてるみたいですよね。そうですよね、うん、まあ多分換気とかをちゃんとするとか、うん、そういうことなんだろうと思うんですけどね、うんうん、でも人は歌わなくなるわけじゃないだろう。やっぱり歌うっていうのはね、うん、必要なことだし、うん、でもそういう意味では競争が激しくなっていくのか、いやでもそうか、飲食店をやろうっていう人が減っていく可能性はありますよね。うん、あとはまああれですよね、その飲食店コミュニケーションをメインとする飲食店は減っていくのかなっていう、食べるっていう行為は多分減らないので、うん、本当にそのね機械が運んでくれるようなロボットがお皿を運んでくれるようなお店は多分減らないでしょうけど、うん、多分変な面白いっていうような店っていうのはまあ自動的に減るでしょ。そういう意味ではやっぱ平って、うん、なんかこうナックの数がそもそも非常に多いじゃないですか。ですね、で、うん、冷静に考えて、うん、本当に田町、はい、なんか震災前とか普通にコロナ前から、うんうん、この町何なんだみたいな感じなんですか、うん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 、でこうちっちゃいビルにぎゅうぎゅうになって入ってて、うんうん、でそこにこうスナックっぽい店構えだと思ったら意外とおしゃれなラウンジっぽい。あるなんかなんかあとは怪しい、本当になんかどこのなんか何この店みたいな、入っていったら意外ともう賑やかでみんな楽しそうにしてるとか、あるある。で客引きの皆さんもいっぱいねいらっしゃるし、そういうその平のある意味でのわい雑さみたいなものが、うんうん、すごくこう傷つけられてなくなりかけているんだなっていうのはすごく感じるんですけど、うんうん、チャッピーさんやっぱり街歩いてたりとかする中で、うん、空いたテナントとかね、うん、店じまいしちゃったところとか、うん、結構その経済的な直接的な影響っていうのもかなりあると思うんですけど。ありますね、それはね。なんかなんだろうな、協力金の話とかになってきちゃうんですけど、うん、意外とやっぱ個性的なお店をやってらっしゃる方ってそこまでもともと利益を追求してないので、はい、売り上げはもともとギリギリのところで回すみたいな感じでお店を続けてらっしゃる方が大体多いんですよ、うんうん、そうするとまあ、コロナで店開けないというふうになると途端にもう回せなくなる、うん、途端に続かないっていう状況になるっていう、
おかしい店たまにありますもんね。ちょっと行かれた店あるじゃないですか。ここどうやってやってんの、うん、この価格でいいの、いやいいんだ別になんかいいんだみたいな感じでやってる店ありますよね。そう趣味でやってんだみたいな、なんか自動的に食い物がどんどん出てきてガンガン飲んでお会計って言ってなんか2500円でいいとかある、あるじゃないですか。ちっちゃいやつが2500円、そうそうピッてでえっていう、うん、で出たら朝の9時だったみたいなね、うん、なんかそういう店朝の9時、うん、分かんないですよもう窓がないから。あーある、うん、ありますね、うん、すごいワーワーやって、はいはいはい、ワーワー飲み散らかして出たらもう普通にサラリーマンの人っぽい人が歩いてるみたいな、通勤してる、うん、チュンチュンみたいな、もうチュンチュンどころじゃないですよね朝9時だとね、うん、そういうような店ってあるじゃないですか、うんうん、そういうところって今回みたいなこと起こると途端に回せなくなるから、そうだよな、やめざるを得なくなる、でそういう意味で言うと協力金って本当にありがたくて、あの逆に協力金がなければ絶対に生き残れない、うんうん、で協力金ってまあまあいい、そういうお店からすると1日あたりの金額ってまあまあいい金額になっちゃう、はいはいはい、逆に、はい、そうすると、通常の時よりもこの年の年としての売り上げがめちゃくちゃ上がるんですよ、はい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 、うん、ってことは収入が上がるってことですよね、うんうん、次の税金やべえんですよ、あ支払いがね、支払いがこれは知り合いの喫茶店のマスターが言ってて、いや本当に協力金ないと生活できないし本当にありがたい、うん、でもちろんその売り上げがすごく上がるっていうのを想定してちゃんとお金も取っといて、いたにもかかわらず、うん、確定申告とかして出てきた金額がその取っといた金額より上回っちゃってびっくりみたいな、うんうん、なんかそんな話とかも聞きまして、そうですよね、だからなんか僕もいろんなねところでこう取材したりとか話聞いてるとすごくこう辛いなって思うのがね、飲食店ねそうやって売り上げ保証されてんだもん別に大丈夫だっぺよ、うんうん、むしろ帰って儲かってるぐらいだっぺよみたいなことを聞くことも多いですね、うん、で現実やっぱりそういう意味では、うん、その保証金があることで生活基盤が支えられて、うんうん、苦しい営業だったものが、うんうん、むしろ改善しちゃったみたいなパターンもあれば、うんうん、逆にな売り上げねああいう形で10万円とかまあなんか保証金もらっても、うん、全くな焼け石に水だっていう風に、うん、従業員、ね、をね雇用し続けたりとかすると、うん、もうそれだけでもそうですね、そうですね、うん、それは事業規模によってですよね、どっちもあると思うんで、その時になんか飲食店なんておめえむしろいいべね保証金もらってんだからさみたいなのはやっぱりちょっとこう主語がでかいし、うん、ちょっと違う感じがしますね。ちょっとその本当にお店お店で事情が違うし、うん、あともうちょっと踏み込んだ話になると、あのなんていうんですかね、パートアルバイトをやっているお店で、はい、時短というかまん延防止等重点措置になったのをきっかけにお酒も出せないからお店を休みます、うんうんうん、そうするとそこで働いていたパートアルバイトの人たち出番がないわけですよね。その時にお店の人の考え方一つでパートアルバイトの収入ゼロになるか、うん、多少ちゃんとあの出番はないけど払うねって言ってくれる方がの場合っていうことが起こるんですよ。これはリアルな、これはリアルな話ですけど、あのいろんなお店に聞いた中でもうちはアルバイトにはちゃんとあの始まった時にすぐ働いてもらいたいからちゃんと払ってますっていうお店もあるし、うん、やっぱ開けない以上はもうどうしようもないですからねっていうことまででとどめてるっていう人もいるっていうことなんで、逆になんか飲食店よりも飲食店で働いているパートアルバイトの方の
状況の方がすごく心配というか気になっていて、うん、でさらに言うと、今回まん延防止等重点措置って8月だったわけですよね、うん、で、学生のアルバイト、うん、学生のアルバイトの場合は、夏休み期間中でバイトがっちりやるつもりだったんだけどバイト先が開いてない、うんうん、どうしよう何もやることないしってなると、まあ、みんな実家に帰るんですよ。ひとまず実家に帰る。だからひとまず学生のアルバイトは大丈夫なんですねっていうような話をした時にあるお店の人に言われたのは、いやでも外国人留学生はそうはいかないんだ。ああ、うん。そっか、いわき特有だな。そう、うん。外国人留学生は帰るわけに帰ることもできない。うん、でも収入を得られるようなバイトの出番もないみたいになってくると、うん、下手するとちゃんとこう生き残れんのかっていうぐらいの話になるっていう、うんうんうん、下手するとあのね、あの自分のふるさとにバイト代から仕送りしてるような子がいたりするぐらいなので、うんうんうん、そういう子たちって、まあ、まず間違いなく自分の食べる分っていうのはバイトで稼いでるっていうふうに考えます。賄いでね、そう、食べてるとか。それで稼いでるっていうのが、まあ、自然な発想、うん、想像すると自然にそうなるじゃないですか。そういう人たちが働けない状況になった時に、そこを雇っている人の考え方一つで助かってるか、うん、おときついことになってるか、うん、っていうことが起こってるんじゃないかなというふうに想像できるっていう。いわきの飲食店はね、東日本国際大学の留学生に支えられてるところは結構ありますよね、うん、でその時に雇用主の人が、まあ、本当にいや、ね、君ら給料出すぞと、うん、大変だろうという人もいれば、うん、いやこんな店だってこんな状況なんだから給料払えないよ、うん、で給料払えないってなった場合その学生は国にも帰れず、うん、困窮してる可能性ってのはあるし、うん、日本語が流暢でねなかったりとか、そのつながりがなかったら孤立していきますよね、うんうん、そういう可能性はあるのかなってその話聞いた時に思いましたね。あとはやっぱりそのなんだろうな、こうルポルタージュとかそういう記事なんかを見ると、特に今日も序盤さんありましたけれども、働く女性のね、はい、本当にこう簡単に首が切られてしまったりとかした時に、うんうんうん、その今までそのスナックとかで働いていた方がそれこそ本当に風俗店とかに斡旋されて、食べていかなくちゃいけないっていうことで、風俗店の場合はあのまん延防止とか関係なく、それこそ小名浜とかは夜こうこうと明かりついてますから、あのでなおかつでああいうこうお仕事っていうのはまさにこう人との距離を詰めていく仕事だから、うん、感染のリスクも上がっていくし、うん、そういう意味ではその仕事を失った人たちのケアっていうのかな、うん、まあこれね一人一人に充実した保障がね、うん、業態に関係なく、うん、されてれば、うん、そういうこともまだ防げるのかもしれないですけれど、うんうん、とはいえまあね税金財源どうするんだっていう議論もあるし、まあなかなかね国会すら開かれてない中で、うんうん、そういうことをねどういう議論するんだってこともあるし、うんうん、でまあようやくね10月1日からは、うん、なんとかこのまん防というのがね、はい、解除されるわけですけど、うん、もう本当にここまでの期間中皆さんがもうから元気どころかもう将来の元気とかも前借りしてやってるわけじゃないですか。そうですね。いや本当そうですね。うん、あのなんだっけ、先々週あたりって福島市と郡山市のまん延防止等重点措置が外れるっていうのが決まる直前ぐらいの頃、あの頃っていわき市も前倒しで解除されるんじゃないかっていうちょっとした期待感があったんですよ。その時に街歩いてると今まで開いてなかったお店に電気がついてて、おっと思ってご無沙汰してますと話聞きに行くと、いやもしかしたら来週から開けられるかもしれないから、うん、ちょっと準備してんだよねみたいな話してて、まあ結果まあいわき市は入らずに10月1日までっていうことになっちゃったんですけど、
なんかね、そういう時の準備してる感じの雰囲気だけでいくと、もう本当に単純にまあ嬉しそうかな。で、あのやっぱさっき話した通り、やっても前のようには人戻んないんじゃないんですかみたいなことをもう思ってたりするから、そういう話とかも聞いちゃったりするんですよ、直接話してる中で。俺ってなんかもう本当悪いこと聞いてんなって思うんですけど、でもなんかまあって言ってもねみたいな、まあやんないことには始まんないから、まあ開くってことを信じて準備するだけだよみたいなこと言われたのに、そうですねって。そうだよな。でこういう問題語るときに、ある種こうなんていうのかな、そういう飲食店の経営してきた人の、さっきもね、その尊厳みたいな話になりましたけど、うんうん、そういうふうに語る人もいれば、いやこういうね社会の変化に対応できないところは潰れるだけ潰れるんだと。でそんなのは自分でね努力してね新しい業態作るなんて、別に飲食店の他でなんか仕事やればいいじゃんみたいに、なんかそういうこうある種のこう神の目線でね、その語る人もいたりとかしてね。でそういうのがまたインターネットとかでこう言葉がこう空中戦が繰り広げられていくとかっていう時に、やっぱ改めて思うのは、そういうふうに街の人とそれでもなお会いに行ったりとか、街中歩いてみるとか、今本当に誰も夜の街ね歩いてる人すらいないけど、なんかむしろ夜飲食店、まあマンボウ開けますけどね、なんか散歩したりとか、なんか街中誰もいなくなった街とか、歩いてみたりしたら、結構いろんなこと考えられそうな気もしますよね。あの楽しいっすもう誰もいない街歩くのね、めちゃくちゃ楽しいんですよ。すごく不謹慎ですけど、あのさっき田町の話したじゃないですか。この一昨日かな、田町歩いたんですけど、本当に看板にも電気ついてないから、真っ暗い細い道で、この間びっくりしたのはあれですよ、何ですか、警備用のセンサーライト、はいはい、センサーライトが通りについててへいきなり歩いてたらビカって照らされて、はい、その後に点滅するんですよセンサーライト、そう、誰かが防犯用につけた、ね、そう、誰かが防犯用につけたみたいな、そのぐらい人歩いてない街になったんだなっていうことをこう体験するっていう、ね、びっくりした。いやだからなんかそういうね、人が歩いてない街とか、あどうしてもやっぱり僕ら震災と原発事故を経験していて、でなんかどっかでこういう光景見たなとか感じるわけじゃないですか。で特にその感染者に対する差別の問題とか、僕らあんなに外からやいのやいの言われてきたのに、はい、ね、いざなんかこういうことが起きるとみたいな、本当にあの初期に特に感染した方とかはやっぱり、僕事実関係ね裏取りをしてないですけど、やっぱり引っ越された方とか、そこにどうしてもその地域にいられなくなっちゃったなんていうのをね、人づてに聞いたりとかすると、ああそういうことってまあ起こりうるよなって、それだけねこういろんなこと経験したのになんか繰り返されてるなとか、あとはやっぱり震災の時にいきなり前触れもなくこういうふうに災害が起きることってやっぱりあるし、あとは見えないもので人がこうね分断されていく経験とか散々してきたけれども、なんかますますこうね難しくなってきてるなっていうのは感じますよね。なんかあの時にね、なんか僕らもっと勉強したはずなんだけど、それは多分あれですよ、結局なんだかんだ10年経ってるじゃないですか。ってことは10年前にそれを経験していない人たちが社会に出てきてるっていう、その空白、が多分そういうことを繰り返させるのかなって思って、散々ねあの時に ね福島になんかもう人住めないだろうみたいなこと言われてね、なんか、ガソリンすら来ないとかありましたね。ね、
とかなんかやっぱりある種そういう、こう災害と分断みたいなものが繰り返されてきてるなっていうのを僕らずっとなんかね、この10年ぐらい感じさせられてきて、で本当はねそこでこうそういう地域だからこそもう少しこう一歩お互いね膝を突き合わせて語ったりとかすることで、なんかまあ仲直りじゃないけど、そのまだマシな議論したりとかね、どうしたら改善できるだろうみたいな、でも人に会えないみたいなね、本当になんかよくいらっしゃいますけど、震災、原発事故、台風19号、そして今回のコロナ、もうずっとこの復興どころじゃねえじゃねえかみたいなね議論もある中で、今後どういうことに対して希望を持っていけばいいのか、北林さんとかはこうどんな風にこうこの後の展望、まあね、はい、展望を描けっつってもなかなかこれ難しいですけど、そうですね、それでもなおなんかこうこの期間の中に、あこういうことってやっぱり絶対続けていかなくちゃなとか、こういうことになんか希望を見出していきたいなっていうようなことがあれば伺いたいな、このままだと多分今日ずっとこう暗い状況で、そうですね、終わりかねないので、まあ、あのうち私の場合はその1階にファロがあって、3階にスタンザとイタリアンがあって、まあ、最小人数で回してる状況なんですけど、まあ、スタンザはやっぱりどうしてもワイン飲みながらゆっくりってお店なんで、まあ、このまん防期間中は基本的に休業という形にしてお客さん入れずにしてたんですけど、1階のファロのラウンジの方は逆に言うともうフルに開けて、まあ、もちろん8時で閉めてましたし、お酒は出してないですけども、まあ、ずっと開けてやり続けている中で、まあ、やっぱりうちらはやっぱりお客さんに励まされるんですよ、結局は、それはそのテイクアウトに来てくれる人もそうですし、食べに来て、あのこんな状況の中でもこう足しげく来てくださる方にもに励まされるし、やっぱりそこの回復ってそこしかないのかなって、だから今回そのマンボウで、まあね、あの完全に休業しちゃったお店たくさんあると思うんですよね、そういう人たちってきっと本当にそのそういうお客さんとの接点がなかった2ヶ月近くだったはずなんで、ものすごく多分気分も落ちてるでしょうし、辛かったと思うんですよね、だからまあお客さんがちょっとずつでも来てくれることで少しずつ回復していく、まあそれしか基本やっぱそういう場所なので、そうだよな、そういう場所ですから、人と人が結局は会う場所で、だからどんなに気をつけててもこうやってマスク越しでも本音で喋れないわけじゃないじゃないですか、アクリル越しでも話ができないわけじゃないから、ましてや本当、まあ、希望としては今度飲み薬とかでねできるようになってきたら、よりもちょっとコロナに対しても少し気持ちも緩むでしょうし、そうなったら、まあ、段階的にあくまで本当段階的で少しずつでしょうけど、結局そこでしか回復できないんじゃないかなと私は思ってて、でも本当そうですよ、その唐揚げ専門店とかねテイクアウトのコーナー作る方が私も考えました一通り、でもやっぱり私の中では人と人が会って同じものを口にして話す場所っていうところにはしたいから、でもそれがね、あのまあこんなコミュニティのところを重点に置いてないお店だったとしても、個人店の人たちなんか特に、あの自分の料理を食べてもらうっていうだけでも十分なコミュニティケーションなので、それをその現場でするっていうことで回復していくしかない、まあ、やるべきことをこれまでやってきたこと、まあもちろんね、その社会の状況とか感染の状況とか、ワクチンとかね、いろいろ医療技術とかもちろんありますけど、そこはだって正直ね、僕らお医者さんでもないし政治家でもないから、まあもちろんこういうことは必要だっていうことはね、声を上げながらも持ち場のことをやっぱり受けるしかないんじゃないかなと思ってます、希望的なところで言えば、チャッピーさんはあのメディアの立場だったりとか、まあ、もちろんね自分で何かこう企画したりっていうこともあるけれども、今後のこう何か今日せっかくだからこう少しいい気持ちになって、ね、なんか皆さんこれいい気持ちになかなかなりづらいんですけど、まあ、僕の個人的な話で言うと、やっぱりその
なんだろう、8月からのこの2ヶ月間っていうのが一番ダメージが自分自身も大きくて、うん、自分自身でも大きくて、やっぱりね、外で飲みたいんですよ、うん、本当にグダグダ言いたいんですよ、うん、人と酒飲みながら。で、一昨日あたりちょっと街中で若者が少し酔っ払って歩いてる一団とかいて、うん、いや困ったなって思ったけど、わかるって思って、うん、そうしたい俺もって、うん、すっげえわかる、飲みたいもん俺もっていう気持ちがすごくあって、だからそういう意味では10月になってからもちろん最低限っていうか、あの常識的な範囲での注意はしながら楽しみたいなっていうことも考えてるし、あとはやっぱりそのなんだろうな、イベントを考えたりとかするときに、そのここまでは OK、 ここまではダメっていう線が常に出てくるじゃないですか、そこのギリギリを攻めるっていうことを考えて楽しみたいなって。ああ、なるほどなるほど。ここまでは、そう、ここは大丈夫でしょみたいな、ここでもこっち行ったらダメだよね、みたいな、そう、ギリギリ攻めて、またやるのか、そう、ちょっと怒られながらもね、そう、ちょっと言われるんですよ、そんで、こう身近な人からも、それは心配ですみたいな、そしたらそこを聞いて、あ、じゃあこうするから、それだったら了承していただけないですかとか、このギリギリを攻めることを楽しんでいくしかないかなって、なんか改めて今日すごく思いましたけど、コロナを絶対例えばねゼロにしなくちゃいけない、そして、ゼロにするには人流をなくさないといけないと、じゃあ国が毎月ね、わかんない極端なこと言えば毎月30万ずつ全国民にね、配りますと2ヶ月間、でそれで一旦もうゼロにするんだと、でこれ例えばなって、でそこからもしかしたらそのベーシックインカムみたいな話になってって、僕今回のコロナで思いましたけど、やっぱりなんかその金もらやるからずっとうちにいろって言われるのもきついぞと、きつい、きついです、でやっぱりなんか自分ってこういうことがしたいなとか、あの人に会いたいなとか、っていう気持ちって抑えられないし、なんかそのこういうことを言うとちょっと語弊ありますけど、税金でなんかこう安定的に食べさせてもらっても、自分の生き様とか、自分のこう尊厳とか表現みたいなものができなかったら、じゃあずっとうちに寝てればいいのって言われても、それってじゃあ人生の楽しみどこにあるんだよみたいな話になるし、どこ行ってもリスクはあるわけじゃないですか。コロナにね感染しなかったとしても、まあそんなこと言ったら雷落ちてくるかもしれないから、うちにいるよっていう人生って、ね、だからって言って別にマスクを全部しないで手洗いもしないで、ガンガン酒飲むってわけじゃなくて、常識的なね、感染対策した上で、やっぱりそもそもの暮らしっていうものを僕ら忘れかけてるところもあるかもしれないんで、いや本当ずっと家にいろよって言われたら、僕何してるかって、Amazon プライム見続けるだけですよ。すごい、私も飲食店始めてこんなに映画見た年ないですからね。帰るの早すぎて、でその映画を見たり本を読んだりして、なんかこうやっぱり自分で刺激になった部分をなんかこうアウトプットをするっていうことが、なんかそもそものなんか喜びだったはずだよな。そうそう、すごい話しに来ますからね、この間何見たとかっていう話を延々ここでするって、完全アマゾンプライムのね、ある種奴隷みたいな、奴隷みたいな感じです、僕もやっぱりコロナになってからプライム会員になって、これまで見られなかったやつとか話題作とかをこう、ね、やっぱり見てね、でそしたらやっぱ喋りたくなるじゃないですか。 そこなんですよ。そこで感動したことってやっぱり誰かに伝えたいし、そうですよね、共感もしてほしいし、でね、何だったらそこに美味しい料理とね、お酒があったらもっと楽しくなる、あー飲みてーってなりますよ。なりますよね、なります、なります。そういうなんか全てをこうリスクみたいなものをこうなくそう、なくそうっていうふうに、やっぱり思いがちだけど、それはねコロナになりたくねえなって思うのはそれは自然なことですけれども、
それによってこう失われていくもの、うん、ずっとうちにいたら安全だけど、うん、それによってなんか自分の可能性とか喜びとか失われてるかもなみたいな、うんうんうん、そういうこうなんていうんだろう、これをこうゼロを目指すことで失われてるものみたいなものをさすがにね、うん、やっぱり僕らも気づこうとしていかないと、うん、じゃあいわきの感染者ゼロになりましたね、平の田町がもう本当になくなりかけて、じゃあ僕らそろそろ酒飲める量になった、飲みたいなと思って平に来たら店やってないなんていうことになりかねない、うん、まあこれ極端な例ですけどね、うんうんうん、なりうることですからね、それはそうです、ね、それはそう、うん、で気づいたらあの店なくなってたとか、うん、結構あるじゃないですか、うん、でもその時になんかこう、あ、俺が行かない間に店なくなってた、悲しいなっていうふうにこうね、ならないようにするには、仮にねこうマンボウだとしてもちょっと街歩いてみるとか、本当にやってるかなとか、ちょっとあのマスター元気かなみたいにね、ちょっとこう行ってあげたりとか、まあ皆さん本当されてるとは思いますけどね、なんか自分でまたこれね、明日10月1日になってこれおそらくまたご祝儀フィーバー暖房明けでね、これもちろん1回あると思う、1回あってまた第6波っていうのもおそらくまあ、考えられるわけですけれども、うん、でやって考えると本当になんか町の経済って切り離されたところにあるんじゃなくて、うん、僕らの普段の行動とかと本当に密接に結びついてるなって、うん、町のそのにぎわいとか、うん、町の経済、食文化も含めてね、うん、だから北林さんは飲食店経営されている立場から、はい、なんか僕とかチャッピーさんみたいにこう、まあ、ある種こう飲食経営者ではない、うん、客の立場、うん、なんかなかなか言いにくいことあるかもしれないですけど、どんなリクエストっていうか、こんなことしてほしいとか、リクエストですか、うん、こんななんかこうしてほしいとか、はいはい、うん、そうですね、リクエストかでも本当に急激じゃなくていいんで、うん、少しずつ来てほしいです、うん、だからその、まあ、開放のなんだろう、マンボウを開けましたわーじゃなくて、無理のない範囲で少しずつでいいんで来てほしいなとは思います、うん、本当に、うん、やっぱりテイクアウトが流行らなくなっちゃったのって、まあ、今そのウーバーイーツだがなんだろう、いろいろ来てます、あのね、いわきも稼働し始めてはいますけど、うん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 、やっぱりお店で食べる、同じ人が作った料理でもその空間で食べるのと家で持って帰って食べるのって絶対味違うんで、そうなんだよな、そこにあるのはやっぱりその食事をするだけじゃない価値っていうのが絶対その飲食店にはあって、うん、そうですよね、それを提供したくてやってて、そうだ、だからそこはやっぱりただ本当にそれでじゃあ一斉にわーっと来てすごい密になっちゃって、うんうん、みんなやっぱり行くの怖いってなるのもありだから、すごい難しいリクエストなんですよ、うんうん、わーっと来てじゃなくてちょっとずつ来てほしい、うんうんうん、それがすごくちょっとずつじわじわと、今逆にずっとマンボウ中もここのファロの方は開けてて、うん、それこそそのランチタイムが怖いからわざとずらして来てくれる方がいるので、ぶっ通しでずっとご飯食べ出してるんですね、だから3時とか4時とかぐらいにもう食べに来てくれる人がいるんですけど、だから本当にずっとポツポツ来るんです、だからなんかきっとこの感じが理想なんじゃないかなって思いつつ、ただ逆に言うと今までがなんだろう、ランチタイムギュッで夜だけギュッっていうのが常識だったので、ライフスタイルが変わったという意味で、むしろそうやっていろんな時間に来る、うん、で食事逆に言うと曜日とかでもね、週末だけギュッじゃなくて平日もパラパラ来て週末もパラパラ来てコンスタントに来るみたいな、うんうんうん、むしろそれの方が密も避けられるわけだし、なんかみんなこう混雑を避けようっていう意識は、うん、これ意外といい方向に働く可能性もありますよね、そうなんです、そうなんです、今までのいろんな問題点だった、まあ、飲食にしろ観光にしろその問題だった、うん、その緩急がつきすぎてるっていうところが、うんうん、もしかしてこれで解決するのであれば、私たちも正直満席よりは半分ぐらいの方が丁寧にサービスできるし、うん、個人的には本当はそれぐらいでやりたい、ただまあね、儲けるっていうか店回すためにこれぐらいいらなきゃいけないっていうのでやってるところもあったりするので、よりもしかしたらいろんな意味でこう、まあ、せっかくっていうかこういう状況になっちゃったので
逆に言えばその新しい価値観として、うんうん、ピークを避けるっていうのを意識的にやっていただくと、うん、むしろみんなその、うん、割とみんなハッピーなことになるのかなっていう。本当か、会社とかが、うん、ランチを、うん、あのフレックスにすればいいって。そう、昼休みっていう風に決めずにみたいな風にできれば、そういうことってできそうですよね。街中の話でいくと。なんかそういうふうにこう、うん、まあ、せっかく新しい生活様式ってなっちゃってるわけだから、うん、そこも全部そうやって変わっていっていくと、うん、なんか前よりもむしろ豊かな状況になるのかなっていうのはなんかありますね。そうですよね、うん、なんかJR とかでも一時期あのダイレクトプライシングって言うんでしたっけ、うん、なんて言うんでしたっけ、その混雑時は切符の値段上がるけど、ピークを下げると安くなるとか、コンサートとかもね、その土日は高いけど平日は安いとか、そういうふうにそのうまくここでその出てきた、なんて言うんだろう、この突破策が元々の問題を解決するようなものも見つかってきましたよね。そういうものをやっぱり積極的にこう採用していくことで、元々の課題を解決すれば、コロナで失ったものだけではなくなるわけですから、それになんかね、人間って生まれてから何年経ってるのか知らないですけど、原始の世界からみんなどうしても酒飲みたくてね、なんかわざわざね、昔の日本人だってわざわざ発酵させてどぶろく作ってね、なんかやってきたわけで、そう簡単にこのお酒が飲みたい、みんなと美味しいものを食べたいっていうものが廃れるはずがないと思いながらも、でもさっき北川さんに言ってたみたいな、もともとね、そのオペレーションの問題だったりとか、あ、そういったものがこう改善されると、よりこう何て言うんですかね、一気にね、行かずにうまくピークを下げながら、あ、やっぱこういうの良かったね、まあ、こういうのってやっぱいいよねっていう風にね、なっていくっていうのはすごく必要なことですよね。ハッピーさんはどうですか、こう今後こんな風になんか飲食店なんかこう楽しみたいとか、まあ、もちろんイベンターとしてのご立場でもいいですけれども、どんな風にこう長期戦、おそらくね、来年になったら元通りになるわけじゃないでしょうから、そうですよね、そうですね、僕ファローさんにはすごい助けてもらってて、あの昼を食べる時間がまちまちなので、他のお店がランチ終わったぐらいの時間でここに来るとランチ食べられるって非常にありがたいので、まあ、あのお店としてはちょっと工夫がいるでしょうけど、そういったお店増えてほしいなっていうのは本当に本当に思ってて、そこら辺はそういう感じはあります。で、長期的にですか、長期的、例えばね、ハイマーが編集部でお客さんのとこ行って、チャッピーちゃんちょっと俺こういうとこ悩んでんだけどどうしたらいいよみたいな、こうね、アドバイスとか求められることも多々あると思うんですけど、はいはい、ありますね。ね、一つはさっき言ったようにランチタイムとかも、もう少し余裕を持って、なんかコロナになってから2時半ぐらいになんかこう、ランチ食べても、まあ、みんな2時まで、基本2時までですけど、2時半ぐらいになんかピーク下げて食べるランチもなかなかおつなもので、確かに2時半とか3時ぐらいまでね、せめてランチタイム伸ばしてくれるとありがたいとか、ね、まあそういうなんかこう、こんなことやったら少し反響出るかもみたいな、アドバイス求められたら、なんかこんなことやってみたらいいんじゃないのみたいな、アイデアというか。いや、そうっすね、今言ったような時間をずらしてっていう意味で言うと、逆に何だろう、その飲食店は1時からランチを始めるとか。あ、なるほど、そもそも、そもそもね、そもそも12時に、はいはいはい、12時にピークになる時間にお店がやってないっていう風にしちゃうとか例えば、で、そのお店のあのメニューはランチでしか出してなくて、でもランチは13時からしかやってないよみたいな、13時15時とかね、16時とかね、これ一番僕が食う時間でランチを、チャッピー仕様のランチタイム、そういう風になると、もしかしたらそれを狙うっていうのを楽しむとか、そういうのはあるかもしれないですよね。例えば、まあ、何、お昼から普通に11時ぐらいからランチやってたとしても、その中のこの時間以降しかスタートしないメニューがあるとか、あるとかね、はいはいはい、わかります、わかります、そう、
なんかでもそのランチとかでやっぱ集中してやってたのはやっぱそのオペレーションとか人員の問題だったりして、うんうん、あの飲食店が運営する上で、ただ今回そのやっててコロナであのそういうオペレーションを見直すことができたところも実は結構あるんじゃないかなと思ってて、ああ確かに確かに、今まではやっぱりどうしても、まあ、すごい超高級店は別ですけど、うちみたいにその850円ぐらいのランチとかやってるところってやっぱりもうこう、うんうん、なんだろう、日々こうやってることでいっぱいいっぱいで、うんうん、その改めてそのオペレーションとかメニューとかを見直す時間ってなかなか逆にないんだけど、うん、でも今回 それでこう急にコロナでブレーキを踏まされたことによっていろんなそういうところ見直せて、うん、逆に言えばうちなんかもあれこの状況ならずっと出しといてあげられるね、うん、みたいな感じでそのご飯ずっと用意したりとかもできたりとかしてんで、なんかちょっとそういう意味でいろんな、うん、あとはまあなんか長時間働くのが当たり前みたいな、あ、はいはいはい、そういう業界だったりするので、うん、それも含めてそれって本当にどうなのっていうことも含めて、うんうんうん、もしかしたら改善できるのかなっていうのもあるし、うん、まあ変な話コロナ大変な目に遭っちゃったのもあるので、むしろそこの前向きにそういうところはうまく変えれたら、うん、もしかしたらもっと多様で面白いお店が、うんうんうん、というお店や場所ができるんじゃないかなっていうのはちょっと期待というかはしてる感じ、ね、今ちょうどね、山根さんが混んでるお店が予約して店員で食事ができるようになったのは利用者としては良かったなと思います。これ、うん、あの行列を作らない、はいはいはい、で密を避けるために、うん、例えば予約アプリみたいなものができたりとか、うんうんうん、むしろかえって快適に食べられるようになった部分は生かしてほしいし、さっきも出てきたようにコロナ禍だからこそなんかこう採用したものが意外と心地よかったなっていうものも含めて仕掛けていく。あとはやっぱり繰り返しになりますけど、今日ね3人ともあったようにそもそものね、そういうやっぱり場の雰囲気とか熱量みたいなものを完全に切り替えられるはずもなく、うん、それこそが飲食店の価値だったよねっていうものをもう一回ねこう取り戻していくようなことが必要ですよね。だから今いざ奪われてみて、うん、なんか あの時に食べた美味しい料理家で食べてもなんか味気ねえな、じゃああの時の美味しさって何だったんだって考えると、そこで過ごす時間とか空気とか、うんね、なんかそこに居合わせた人との笑顔とか、うんうんうん、つまりなんかね人と人との距離の近さとかも含めた、うん、あの雰囲気だったと思うんで、うんうん、この年、ね、2年近くの間でやっぱあれってよかったなっていうことをシンプルにね、うん、取り戻していくっていうことなんだと思いますよね、うんうんうん、あイベントやりたいね、イベントやりたいこの気持ちをこうねやっぱり、うん、イベントやりたいな、忘れずに、あの皆さん今日あのなんだかんだでいつもぐらいのね、はい、はい、あの視聴者の方に来ていただいて、ありがとうございます、質問などある方、はい、チャッピーまだ話してないことあるんじゃないかとかね、なんかこれについて教えてくれみたいな、ものがあればぜひ皆さん書き込んでいただければなというふうに思います、うん、改めてなんか今日ちょっとこれまでになく少しこう、うん、社会派なテーマでしたけど、北林さんどうですか、はい、もうなんだかんだで8時40分になるので、うん、そろそろ締めに行くわけですけど、はい、そうですね、いやなんか本当に未だにまだモヤモヤぐるぐるずっとし続けてるし、うんうん、この後もし続けるんだろうなと思いつつやってはいるんですけれども、うん、まあまあ改めて自分がやりたいことが逆にはっきりしたというか、うんうん、っていうのもあるので、まあ、やっぱり食もそう、食も大事ですし、うん、あの私なんかは本当に美味しい食材見つけたら食べてほしいっていう気持ちもあるんですけど、うん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 、やっぱりでもプラスあのコミュニケーションの部分っていうのは、ね、特にねそういう場っていうものもね、場の部分ですね、うん、はい、それは食だけに限らずに、うん、それがやっぱりなんていうのかな、そういうところがこういろんなこうあちこちにこう入り口が開いてるのが街だと思うので、うん、なんかそういうのはやっぱり、うんうん、今回のコロナの特にこれで平の町は本当に傷ついたってすごく思ってるので、うん、そこをなんか回復させる面白いことっていうのをこの後どれだけやっていけるのかなっていうのは、うんうん、確かにな、なんか飲食店ってこうなんて言うんだろう、こうもちろん何かの目的
美味しいこの専門的なこの食材とか限定していっていい店作る人もいれば、はいはい、本当にファロみたいにパッとこう空いてて、うん、なんかフラッと行ける、はい、でそこに誰かがいる、誰かがいなくてももちろんいいし、うん、なんかそういうこう街のいろんなところにこう空いてた風穴みたいな、うん、そういうものがねじわじわ戻ってくることで、はい、とまた新しくチャレンジする人とか、うん、残念ながらねその今回のコロナ禍でお店辞めちゃった人とかも、うん、再チャレンジするチャンスがまた到来するかもしれないですし、うん、新しくねこういう例えばお店が空いたテナントができたことで、もしかしたら新しいチャレンジができる人も、うんね、いるかもしれず、うん、でもそうやってこう新陳代謝をこう繰り返しながらそこでこうねもちろん働いてきた人の苦労とか悔しさみたいなものも、うんうん、やっぱりこうある種こうねなんか大げさかもしれないけれども背負いながら平の町を、うんうんうん、ねこうなんか未来に引き継ぐって言っちゃうとちょっと大げさですけどかっこいい、すごくいやでも、うん、本当でもそのぐらいの気持ちはうん、うん、ありますよね確かにね、うん、でなんかちょっとね暗い話ばかりをしてて、うん、今最後に北林さんの話を聞いてて思い出したのが、あるお店に話聞きに行ったらやっぱり時間ができたので、うん、今そのアップデートするっていう話したじゃないですか、うん、それで仕入れ先とか全部見直したと、お食材とかお酒とか、おでこれ始まったらすげえっすよっていうことをニヤニヤ言う店があって、うーん、あーこういうなんかやっぱりこう、うん、この期間をさっきのねビデオとか映画見て人に話したいのと同じように、うん、なんつうかなこうアップデートするための爪を研ぐ期間っていうか、うん、自分の何か求めてるものを磨く期間として捉えて、はいはい、積極的にやってるお店っていうのもあるので、なんかそういう話を聞くと、うん、まだまだ先違う驚きが待ってるのかなっていう、うん、そういう楽しみがありますね。今菅波さんからひろゆきさんの発言に対するチャッピーさんのツイートもありましたが、客観的状況を一旦受け止めた上での何かしらの工夫が大事なのかなと思っています。今後消費者である私たちにできることのヒントがあれば教えていただきたいです。まあ、最後に菅波さん、まあ、軽くぶっこんできた、ぶっこんできましたね。ひろゆきさんの発言、これひろゆきさんの発言もね、うん、時間の許す限り、まあ、これは、まあうん、ちょ置いときますけど、うんうん、これきっとその客観的な状況を一旦受け止めたっていうのは、まあ、ある種その感情的なものももちろんわかるけれども、うん、まあそのひろゆきの発言がまあそのねクソだなと思う気持ちももちろんわかるけれども、うんうん、でも彼がある種こう光を当ててる部分もあるよなっていうのを冷静に見ていったことも必要だということを多分菅波さんおっしゃってるんじゃないかと思いますけど、その上で今日いろんな話出てきましたけど、うん、まあ消費者である私たちにできること何かヒント、この感情的になってしまうかもしれないけれども、うん、そうですね、今日利健くんが福笑い、はい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 、はい、っていうお米、はいはい、福島県の新しいお米のこと、はい、書いてたじゃないですか、はい、で僕全然知らなかったんですよそのお米のこと、はい、知らなくて、あのあとこっそり福笑いってどういうのかなって調べて、そしたらちょうど、TUF のニュースか何かのやつがヤフーに上がってたんですよね、うんうんうん、版の岩木農業高校の子が作ってみたいな載ってて、ですごいうまいらしいっていうことを言ってたじゃないですか、うんうんうん、で普通にツイッターでああうまそうっていうふうにそのニュースをシェアした結果、別にあれなんですけど全然違う地域に住んでる人がそこに例えばいいねつけてくれるとか、うんうんうん、リツイートしてくれるとか、うんうん、もうねなんかこんな感覚でいいと思うんですよね、うんうん、なんかそのひろゆきさんが言ってた話って安全安全で押してても限界あるんじゃねえかっていう話をズバッとされてたっていうだけの話なんで、まさにその地場のやつが純粋にうまそうであるとか食べたいなって思えるっていう情報を近くで食べられる人が食べて、それをただ
感想として述べ続ければ、どうやったら手に入るのかなって、そうですね、そういうふうに調べるので、そういうことでいいのかなと、地元の人たちがやることって、なんかあんまりこう、はい、なんで理解してくんないんだっていうことに注力しても、そう、まあ必要ではあるけど、そこにばかり力点を置いてもっていう感じはしないでもないかなと思いました。そうですよね。なんかもちろんそのお店の苦境とか、これこういう状況が良くない、絶対これ許せないっていう議論は議論としてあった上で、だからこそカジュアルにやるっていうことってすごく実はテクニックっていうか、我慢していかなくちゃいけない、本当は俺怒ってるぞ、ふざけんなと思ってる、でもだからこそしれっと、そうそう、それうまそうだなっていうふうに、そう、僕もそこはいつも意識してますけど、しれっとなんか怒ってる、応援したい、許せないみたいな気持ちがあるからこそ、何これめっちゃ美味しそう、買ってみたみたいなね、そうそう、本当そういうことでいいんじゃないかと、あんまりなんか、頑張ってます頑張ってますっていう言い方って、見る人から見るとうるせえよになっちゃうんで、いや本当そうですね、苦労してます頑張ってますって、もううわうざいまた始まったよみたいになっちゃうので、そういうことはもう言わずに、ただうまいとか、なんか新鮮だったとか、なんかそういう感想をみんなで述べ続けて、純粋に美味しかったか美味しくなかったかっていう話だけをしていけばいいんじゃないかなと思います。これおそらくね、メディアもね、多分、コロナ禍にあえぐ飲食店みたいな枕言葉をつけていくんですよ、まあ、今回の回もコロナ禍におけるってついちゃってますけどね今回のこの で、ね、でこれでその苦しんでる、でこれもちろんいろんなチャンネル必要で、今日みたいに、まあ、率直にね、こういうこうチャッピーさんにしか分かんない話、当事者の話っていうのはもちろん必要で、片や一方ではやっぱりそのコロナ禍にあえぐ飲食店、風評被害にあえぐ生産者みたいな、なんかその負のレッテルみたいなものを使わないと注目されないんじゃないかっていう変な決め込みみたいなのをメディアの人持ってるんだけど、変にそこを背負い込まずに純粋になんか美味しいねとか、こんな面白いものがあるよっていうことをメディアがやらないんだったら我々がやるぐらいの心意気でね、で結局10年経ったって最後は震災復興、水産のね、港の復興みたいな文脈に落とし込まれて、散々美味しい面白いってやったのに、最後なんかすげえ分かりやすい復興の物語にされて、僕ら悔しい思いしてきたから、コロナでも別になんかコロナを応援したいとかって言わずに、なんかあそこの店行ったらこれうまかったとか、そうがなんかもう、そうなんですよ。さっき言った店みたいに、コロナが明けたら多分すげえものを出すみたいなとこって多分他にもたくさん出てくると思うんで、そういうのをみんなでここすげえの出たよっていうのを出し合うみたいな、そういうことでいいんじゃないかなっていう。そうですよね、あと純粋にね、別になんかコロナ云々とか対策云々じゃなくて、ビールうまい、ジビール、そういうことをある種戦略的にやっていくっていうことですよね。あんまり真っ向でなんていうの、腹立てて向きってなってもね、っていうふうには思います。あとはね、今ヨーヨーさんもおっしゃってますけど、テイクアウト増えて、落ちてるゴミが増えちゃった、こういうこともね、やっぱりちゃんと目を向けていかなくちゃいけなくてね、でそういうことをこう考えていくチャンネルも絶対必要だし、でもこれなんか別にいい話でまとめる気はさらさらないんですけど、やっぱり震災復興とか台風19号の災害とか、いろんな苦労してる分、やっぱりいわきの中で生まれてるネットワークって絶対あるはずで、で人の顔が結構見えているし、つながりも保たれているんで、なんだかんだでやっぱそういう人たちが、
まあ、あの出会い直したりとか、うん、いろんなこう発信とかを考えていくうちに、うん、やっぱりなんかこう新しい取り組みが生まれてきたりとか、うん、変なまた面白いものが出てきたりするっていうことを、うんうん、僕とかはなんかこうなんかすごく楽観的っていうか、なんだかんだでもちろんまあ絶対になんか出てくるだろうと、このままじゃ終わらないだろうとこの地域は、うん、そういうこともね少しなんか安心って言っちゃうとちょっとあれだけど、うんうんうん、ちょっとこう頼りに思ってるみたいなところもあって、うんうん、まあ、そういう意味ではなんか過度にね、うん、なんかこう、まあ、もちろん辛い思いしたけれども被害者意識みたいなものを尖らせずに、うんうん、で被害受けて辛い思いしてきたからこそなんかこう空元気っていうか、うん、シャーメーみたいな、うん、その辛さをこう軽くいなすとか、うん、軽く受け流すみたいな、うん、そういうクールさを出していきたいです、うんうん、はいはい、はいはいみたいな、ありましたねみたいな、こういう場では真剣にね、うん、なんか話をしつつ、うん、そういう風になんかしていくと、うん、そもそも自分の気持ちもやっぱり暗くなりますからね、うん、そうなんですね、そこのメンタルヘルスはやっぱり自分でこううまく上げてはいきたいんですけど、 でも実際その何かでタイミングでちょっと聞かれたことがあって、うん、その震災もあってあれもあって、うん、コロナもあって、どのタイミングが一番辛かったですかってたまたまインタビューされたことがあって、その時にこう考えたんですけど、私その震災の前のリーマンショックの時が一番辛かった。あ、そうですか。そうなんですか。本当にもうなんかあの時も、まあ、駅前のお店が何個か、まあ、3月で閉店しますとかっていうのが出てきて、本当にうちもスタンツの方もお客さんがどんどん減ってて宴会とかもなくなって、でうちちゃんと従業員正社員で雇ってたんで、うん、毎月のお給料払わなくちゃいけなくて、うん、本当に大変で、自分は何ヶ月も給料もらわなくてっていう感じでやってたんですけど、うん、その時やっぱり仲間がいなかったんですよ、その、うん、今と違っていろんな知り合いがいなくて、うん、もう全部自分でもうどうしようもなくてやっていくしかないっていう状況だったんですけど、今その震災があってその後やっぱりいろんな人と出会って、もういろんな異業種の人たちと協力し合ってやっていくっていう、その顔が見える人たちがたくさんいるっていう、その仲間がいっぱいいるみたいな感覚ができたので、うん、本当震災ももちろん大変でしたけど、その後コロナの時も台風の時も、うん、大変だけど、うん、あの人もいる、この人もいる、なんかその大変だねって言うんで、そのこうなんか助け合ったりする仲間がいるみたいな感覚で言うと、まあ、今回コロナも本当大変は大変なんですけど、うん、そういう意味で何かあるとこうちょっとまたネットでガーってなったとしても、うん、ふっと来てくれて、うん、あ大丈夫大丈夫、やっちゃいねよって言ってくれる仲間がいたりとか、そういう意味で言うと本当にあの時が一番、リーマンショックが一番辛かった。なるほど。震災がもたらしてくれたものってやっぱりそういう部分では大きい、うん、大きいですね、うん、あとはねやっぱり今北川さんおっしゃってたのに、やっぱりその孤独っていうのが一番きついっていうことじゃないですか。そうするとね、僕らももしかすると孤独になってる飲食店の皆さんいるかもしれないし、仕事を失って、なんていうんだろう、すごく孤独になっている人いるかもしれない。これだから飲食店の話じゃないけれども、うんうん、やっぱり僕ら自身ももちろん辛いけど、うん、身の回りにねそういう風になっている人がいないかとか、うん、少し敏感になっているだけでも、うんうん、結果としてね、うん、なんか直接的に売り上げなんかにつながらないかもしれないけど、うんうん、やっぱりそうやって隣人、うん、友達やねクラスメートとか辛くなってないかなとか思っているっていうことが、最終的には地域の底力みたいなものに絶対ね、うん、なってくるっていうことですよね、うん、あ最後ね、ほのてらさんが仲間っていう、これですよねやっぱり仲間ですね、確かにね、うんうん、本当そうだな。あの菅波さんからも、トリマ優子さん、宇野田さんのいわき伊勢海老がやばいうまさすぎたのでそういったうまさみんなに教えたいってスタンスでいこうと思う、急になんかカジュアルな言い方、ね、コメントになって、ね、そして効果が、はい、いわき伊勢海老って、これいわき伊勢海老ってまだ僕食べてないんですけどどういうものなんですか、この際ちょっと説明していただいて。これですか。はい、あのいわきがでですね、伊勢海老の、まあ、海水温が上がってるっていうのもあって、あの、うん、伊勢海老がすごい取れるようになったっていうのはね、何年か前から新聞とかにも載ってましたよね、はい、それはそのやっぱりでもいいものだし美味しいので、うん、それをちゃんと地元の
大切な食材としてこう皆さんにも知っていただきたいと、うん、ブランディングしていきたいということですね、うんうん、で10月の7日、はい、あ、なんでですげえタイミングいいんじゃないですか。すごいタイミングの話になります。魚の日、いわき市はですね、毎月7日が魚の日って条例が決まっていて、はい、まあ、この日ぐらいはね、魚食べようと、うん、で僕個人的にはもう7、17、27、うん、もう7かつけばもういいとぐらいの感じで どっかの薬局みたいないいと思うんですけど来月の7日の日このいわき伊勢エビのピッツァ、はい、今あの上野台さんが販売してるのは4分の1サイズなんですけど、はい、なんと、はい、パロで丸々1枚のいわき伊勢エビの通販かよピッツァがですね食べられます。すごい。え、ここで食べられる？ここで食べられる。ここで実はあの、マジか。7日の日、枚数限定で、はい、あのやっぱり食べたいっていうその通販しかやってなかったんですけど、うん、店で食べたい焼きたて食べたいっていう問い合わせがすごくあったので、まあ本当枚数限定なんですけど、7日の日だけ。はい。10月7日？はい。はい、10月7日。木曜日。はい。1枚3500円。これ本当に儲けはもうないんですけど。で、だって。はい、聞いたらあの1枚にほぼほぼ1尾分ぐらいの使ってる。すげえ。だから1尾あのそれなりのとこで買ったら3500円じゃ買えない。そうなんです。伊勢エビ自体、ね、伊勢エビ自体が、うん、そうなんです。それをでそこにねピザになってて、はい、北林さんのこう思いシャーペいろんなもの、そしてこの店の雰囲気も込みで3500円。そうなんです、そうなんです。こういう話するとすぐ僕はあの営業マンあのジャパネット高田の、いやいや完全に今通販番組に変わってましたで通販番組で僕ちょっと声のトーン上がるんです、はいはいはい、なんとこの伊勢エビがみたいな完全にノウハウ学んでるじゃないですか。ちょっと声高い方がなんか聞いちゃうんですね、うん、なるほどなるほど。食べられますんで、はい、そうなんです、準備しております。で、これ本当に限定数が限られてるんで、はい、どうも電話で予約した方がいいんじゃないか。そうですね、いいかもしれないですね、はい、この番組を見た人にしかまだ伝わってない情報ですか。そうですね本当ですか。はい、いやもう予約して。そうなんです、ピザのソースを作るだけで実はまああの半日以上かかるので。あのね、ソースマジでやばくて、はい、なんか粉、なんかこう細かくこう、はい、殻とかもう身も全部くり砕くで、そうですそうです。それをこう煮詰めて煮詰めてクリアな味噌のスープを作って、やばいな、もうそれもうあの伊勢エビオンリーので、さらにその出汁を取った後の殻を、うんうん、あの長時間かけて今度乾燥させるんですよ。はい、で本当に粉末状にで、それを粉末にしたのもさらに使うんですすげえな。実は本当にだからそのあの砂袋とあとはあのふんどしの部分とか、はいはい、そういう部分以外は全て食べる。いやほぼ捨てないんだ。これ乾燥させて粉にして、それもそれもあの味付けに使ってるじゃないですか。そうなんです、そうなんです。その粉だけ欲しいっすよめんどくさい。ふりかけじゃないですか。だってそれめちゃくちゃうまそう。これやばいんですよ。やばいでしょ。その粉やばいんです。実は普通はね、ぶどまり悪いって言って身のとこだけしか使わない、はい、まあ、せめて味噌とはいはい、しか使わない中で粉をパウダーにして、はい、そこまで使って、ね、そうなんです。3500円ですから安いでしょぜひなんでこの話になったんですか電話でね、ね、ぜひお電話くださいですね。やっぱ最後ね、これハッピーな話で終われば、はい、まだハッピーですから本当ですね。もう9時になるということで、そうですね、はい、ついついちょっと話しすぎちゃいましたけれども、はい、最後にチャッピーさん一言だけ今日の感想をちょっといただいて締めましょう。はい、まあ感想としては、みんな大変だっていうことですねはい、はい、飲食店だけが大変で、だからって言って協力金をもらってるというわけではなく、うん、そこから関連するさっき言ったあのアルバイトとかそういうところのね、生活を守るっていう意味も含まれてますから、そういうお金っていうのは。なのでみんな大変なんですよ、うん、なのでここなんとか皆さんで声かけ合いながら乗り切って頑張りましょう以上です。はい、今日のゲストはですねアイマガジン編集部の高木チャッピーさんに
お越しいただいて、ネクストトゥーザドアの14回目、はい、この辺りで締めたいと思います。また来月以降もそうですね、はい、はい、ぜひ、続けていく、またこんなね社会派ネタ、もしかしたらこんなネタやってほしいとか、あ、そうです ね、ぜひあれば、次はこれについて議論してくださいみたいなものがあればですね、ぜひ、北林さんの方に、はい、メッセージを送っていただいたりとか、コメントで残していただければなというふうに思います。ではご視聴いただきました、2時間長時間でしたけれども、ご覧いただきましてありがとうございました。ネクストトゥーザドアの14回目、はい、チャッピーさんゲストにお送りしました、ご視聴ありがとうございました。はい、マガジンもぜひ皆さんよろしくお願いします、ありがとうございます、ありがとうございます、これで終了です。